はい、でも皆さんこんにちは、こんばんはございます。ムチゲームズのムチです。今回ですけども、夏のヒーローセレクションについてね、動画撮りたいと思います。というわけでね、まあ、昨年からね、夏のヒーローセレクション登場していて、まあ、今年はね、まだ登場するかわかんないんですけども、まあ、登場するとしたらね、今年も暑くなるんじゃないかなと思います。あと、なんといってもね、無料10連があるところがね、魅力だと思いますし、その無料10連でね、S ラン確定、しかもね、夏のヒーローセレクションの選手が一人確定のね、最高のね、まあ、システムだったんで、今年もね、登場の方を期待してもいいのかなと思います。というわけで、まあ、まずね、注目選手の方を見たいと思います。どうぞ。まずですね、一人目藤川選手ですね。まあ、藤川選手はね、称号で9 S 乗ります。まあ、あとこの藤川選手は、まあ、前回の TS 同様ね、まあ、ストレートが火の玉ストレートで、浮き上がるストレートで、あとはスプリット2種に、まあ、あとね、ツーシームもあるんで、プロスペースのね、リア対的にはかなり強いのかなと思います。まあ、あと中継ぎ適正も抑え適正もあるんでね、まあ、阪神純正はもちろん12球団勢でもね、まあ、よくリア対とかやる方はね、必須級になってくるのかなと思います。まあ、特殊能力もね、伸び奪三振に存在感あるんで、結構パワーも下げれたりできますし、まあ、強いのかなと思います。まあ、この藤川選手がね、まあ、12分の1で無料10連でね、獲得できる可能性があったっていうのは本当に熱かったのかなと思います。まあ、ガチャシステムに関してはね、30、60、90連目でスラン確定のみと、まあ、あとはね、セレクトミキサーでの獲得になるんで、基本的にはやっぱ100連以上回さないとね、まあ、自チーム S ランク契約上も自チーム S がね、引けない感じなんで、まあ、結構厳しい形なのかなと思います。やっぱ先ほども言った通りね、やっぱ無料10連やってることができたらかなりね、すごい選手だと思いますし、他にもね、まあ、そういう選手が多数登場しているんで、まあ、今年もね、期待かなと思います。続いてね、ベイスターズですね。ベイスターズ筒香選手ね、まあ、筒香選手に関してもね、今年からね、通常現役日本球界から復帰したんですけども、まあ、筒香選手、こちらの筒香選手はね、過去最高かな、まあ、常に互角打法を持ってますし、まあ、レフト適性も結構高いですしね、裏捨ても悪くないですし、バッティング能力に関しては文句なしの強さだと思うんで、まあ、結構ね、獲得の方おすすめかなと思います。まあ、今年はね、まあ、TS の対象例もあるんで、 TS でね、登場する可能性もあると思いますし、まあ、あとはね、通常の方でもね、もしかしたらアーティスト広角打法とかでね、登場してくる可能性もね、まあ、全然あるかなと思うんで、そっちの方もね、期待かなと思います。まあ、あと夏のヒーローセレクションに関してなんですけどもね、皆さんは見てもらったら分かると思うり、背景がね、普通のセレクションとね、ほぼ変わりがない形なんで、これもね、結構熱いのかなと思います。やっぱ個人的にはですけどね、やっぱセレクションの選手って一番ね、写真が背景がかっこいいと思うんで、まあ、今年もね、本当にこのままの背景も維持してね、登場してほしいなと思います。まあ、続いてね、まあ、桑田選手とかも強いですけども、リアタイ的に見るとね、やっぱ松坂選手かな。松坂選手、この時のね、松坂選手はね、TS と能力とは違って強いかなと思ったんですけど、これじゃない、侍か。侍の方は強いんですけどもね、こっちのセレクションの方がね、あんま強くないんで、まあ、侍の方の能力でね、登場してほしいですね。田中将大選手とかもね、リーグ的にはかなり強いんですけども、まあ、セレクションの方はね、やっぱリアタイ的にはツーシームがないんで、結構厳しいかなと思います。まあ、ワールドスターとね、似たような形なので、まあ、ちょっとね、能力を変更してくれたらありがたいなと思います。まあ、あと注目選手で言うと、個人的には斉藤佑樹選手かな。まあ、斉藤選手もね、まあ、12球団勢がオーダー入ってくると言われたらね、まあ、ちょっとね、厳しいかもしれませんけども、やっぱね、本当夏のヒーローといったらハンカチ王子こと斉藤佑樹選手だと思いますし、まあ、今後ね、まあ、OB、まあ、あとはこちらのね、ヒーローセレクションみたいな形でね、登場してくれたら熱いなと思います。まあ、過去にはね、ダルセレでも登場してて、この2回だけかな、まあ、あと覚醒の登場と、この合計3回なんでね、まあ、斉藤佑樹選手、個人的にも本当ね、マジで小学校1年生とか、本当年長ぐらいの時からね、見ててるんで、斉藤佑樹選手登場したら結構欲しいなと思います。といってもね、もう僕プロスペースほぼやめてるんで、まあ、本若の方はね、もうログインもしないかなと思ってるんですけども、まあ、来たらね、ちょっとガチャだけは来たいなと思います。そしてですね、こちらのね、夏のヒーローセレクション、昨年のみで登場しているんですけども、まあ、夏のヒーローセレクション、まあ、セレクションがね、第1弾第2弾が登場していて、その次にね、登場する形なので、8月のね、まあ、半ば頃に登場しているんですけども、こちらね、現役の通常選手、まあ、あとはね、ワールドスター対象選手、あと TS の対象選手、 OB の対象選手、まあ、全ての
枠から登場しているんで、今年もねそのような形で登場してきてくれたら熱いなと思います。今年はね、夏のヒーローじゃなくてね、他のなんか形でね、春のヒーローでもなんでもね、いいね、登場してきてくれたら熱いと思うんですけども、正味ね、最近プロスペース激渋なんで、期待はしたいところですけどもね、僕的には来ないんじゃないかなと思いつつ動画を撮っています。僕もね、夏のヒーローセレクション無料10連とかが来たらね、またプロスペースとかね、ちょっとやってみようかなとは思うんですけども、本当にね、今シーズンに入ってからプロスペース面白くなくなりましたし、逆にね、僕的にはもうね、プロスピをする時間を削れてるんで、いいかなとは思ってるんですけども、こんなところでね、プロスペース終わってほしくないですし、9周年あと10周年に向けてね、プロスペースここから盛り上がってほしいんでね、僕含めて本当にプロスペースやめてる方たくさんいると思うんですけどもね、この夏のヒーローセレクションからね、またプロスペースが盛り上がってくれたらいいなとは思います。エキサイティングに関してもね、正直ね、本当に1段も2段もね、ぶっ壊れ系の選手もいませんし、サンタナ選手がね、強いとか言われてますけども、そんなオーダーに入ってくるかと言われたらね、僕的にはね、わざわざ60年引いてまで取りに行くような選手でもないと思ってるんで、今後ね、ちょっとそれは期待かなと思います。あとはね、本当に大谷セレクションかなとかもね、なんかあるような匂わせをねしていたんで、その辺もね期待したいなと思いますし、普通のねセレクションとかも登場すると思いますしね、あと TS 第3弾とかもね、盛り上がってくれたらいいなとは思います。エキサイティング、ここねエナジー使わずにね、今後ね、セレクションとかに向けたいとこですけども、エナジーの使いどころだったら迷いますよね、本当に。なんかもう引くガチャがなさすぎて逆にエナジー溜まるみたいな、めちゃくちゃあると思うんですけどもね。モチベない方はね、僕的にはね、本当に引くガチャがない時はね、適当に引くのもありっちゃありかなと思います。もしかしたらね、そこで神引きすることによってね、プロスペースのモチベが上がったりするかもしれないんで、それもね、なしではないかなとは思います。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。なんかツイッターでね、なんか、プロスペースの動画上げるのやめようかなみたいな感じでツイートしたっけ、結構バズって伸びて、なんかめちゃくちゃ叩かれて、DM とかコメントでもめちゃくちゃ言われてるんですけど、はい。ぜひ温かいコメントの方よろしくお願いします。はい。マジで、やめてくださいね。本当に。そういうやつはね、実際に面と向かってね、言えないようなカスばっかと思ってるんで、はい、別に大して気にしないですけども、それよりも単純にね、ちょっと YouTube のモチベがないというか、いろいろとね試してるんですけども、そこに伸びないことに対してね、いろいろと悩んだりはしてるんで、ぜひね、いろいろと挑戦しまくっていろんな動画上げてるかもしれませんけども、温かい目で見守っていただけたらありがたいなと思います。ちょっと本当に DM とかリプとか陰日とかめちゃくちゃされてますけど、はい、やめてください、やめてくださいって言っても、要するにやめてあれだから、イエスはお好きにやっててください。どうぞ、もうたかが知れてるんで、動画見てくれたら嬉しいですけど、稼げるんで。というわけで、あどした。